はい、追伸です。今ね、劣等感の人ってどんなタイプなんですか？自分たちを見抜ける方法がありますかっていうので、見抜ける方法を教えます。それと、見抜けたら、今度は、じゃあそこから、どうしたら逃れることができますかっていう質問もありますから、それに対して答えます。で、まずは、劣等感のある人を見抜くタイプ、見抜く方法です。で、これはものすごい簡単ですから、誰でもわかります。まず、職場で想像してください。やたら怒ってる人います。それはちっちゃい時よっぽど劣等感を受けてます。で、いつも劣等感でイライラしてます。で、劣等感のある人ってのは常にイライラしてますから、そのイライラを話すために、いつもでかい声出して怒鳴ってます。で、こんなことで大きい声出さなくたって普通に、いや、わかるじゃないかっていうのに、でかい声出してる人は劣等感があります。で、イライラがあります。で、劣等感プラスイライラになってくるんです。劣等感はイライラに変わります。で、イライラに変わると怒鳴ります。いいですか？で、それが攻撃型タイプなんです。攻撃型劣等感タイプなんです。それと、もう一つ、内向型イライラタイプがあります。で、内向型イライラタイプというのは、イライラは同じです。ところが内向型ですから、怒鳴ることはできません。その代わり、相手のことをうじ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 、お前こうこうじゃダメじゃないか、お前のためにこうやって言ってて、お前何回言わせるんだよとかね、俺はね、お前が憎くて言ってんじゃないんだよとかって長いです。だから片っぽはガーッとでかいです。でかい声出す必要がないのにでかいです。で、片っぽはネチネチあんなに長くやらなくていいのに長いです。わかりますか？だって1分で済む話10分してます。で、これは両方とも劣等感なんだっていうことです。で、もちろん家庭でもそうですよ。家庭に帰って怒鳴ってるお父さんとか、ね、ネチ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 子供のことずっとお説教してるお母さんとか、これもちっちゃい時の劣等感です。だから、必ずタイプ的に分けると、攻撃型のガーッとうるさい、怒鳴るタイプ、それともネチ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 言うタイプ、内向型と劣等感のある人がいますっていうことです。中には怒鳴った上に長いとかって、これはすごいのもあります。これものすごい劣等感を持ってます。だから、その人の育った環境を聞くと、これじゃあ劣等感受けちゃうよなっていうような育ち方してます。でも、人を怒鳴ることでは晴れませんよ。で、では今からそういう人と会ってしまった場合、最悪の場合、会っちゃうこともあります。そういうのを上司に持っちゃう場合もあります。自分が的かけられてやられちゃう時もあります。では、これからやられてる人はどうしましょう。見抜いてください。この人は私を怒鳴ってるけど、私のためでも何でもない。ただ、劣等感なんだ。あんた劣等感ありますよねって、和訳に言えません。言えなくてもいいです。呼ばれる前から、もう、朝とか、ね。何々部長が劣等感から救われて早く幸せになりますように、会社に入る前に一つ心の中で念じてから入ってください。ちょっとだん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 変わってきちゃいます。なぜかっていうと、劣等感を持ってる人は劣等感だっていうことを見抜かれると、もうバレちゃってるからできないんです。それと同じように、家に帰ってきて怒鳴る親父さんやなんかいたら、もうよほど劣等感を受けてきたんだから、この人は早く劣等感から抜け出して幸せになりますようにね。それと、自分のことも気がついて子供にネチ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 やってんだとしたら、私劣等感なんだ、気がついてください。たったそれだけでこのパターンがわかる、そして対処の仕方がわかる、これだけで人はバラ色の人生を送れますよ。以上です。はい、すいません。このテープを聞いて、いくつか質問が来てるんで、その絵に答えたいと思います。一番多い質問がですね、劣等感が子供の時受けてあるのが分かったけど、それをなぜ大人まで引きずってしまうんですか、それでなぜそこから抜けられないんですかっていう質問と、もう一つ、自分が劣等感だって分かったんだけど、その後どうしたらいいんですか、どうしたら救われるんですかっていう質問が来てるんで、それに答えたいと思います。まずこの話を聞いてもらわないと、分かってもらえないと思うんですけれど、
実は悪徳裁判官がいます。この悪徳裁判官っていうのは何ですかって言った時、あなたが罪を犯しました。極端な話だけど、あなたは人を殺してしまいました。そしたら、10年の刑を受けました。で、あなたは出てきました。罪を償って出てきました。そうしたらまた捕まってしまいました。それでまたもう一回10年刑期、もう一回入れられました。で、また出てきました。そうしたらまた捕まってしまいました。で、前の罪で何回も何回も捕まってしまいました。で、それはおかしいですよね。罪を償って出てきたのにね。それが実は悪徳裁判官なんです。で、それは何ですかっていうと、人によって、例えば小さい時に成績が悪くて親にがっかりされた顔します。そのことを思い出すと、心の中のあなたの中にいる裁判官は、またその時と同じぐらいの嫌な気持ちにさせます。それが何年も何年も続きます。で、その子は、もう親に一回嫌な顔された時点で、もう十分罪は償ってるんです。だって嫌な思いしてるでしょ？それから中には自分の家が貧しくて給食代が免除されてたとかっていう人もいるんです。で、その時にもその人は嫌な思いしてるんです。それを何回も何回も思い出させては嫌な気分にさせる。で、そういう裁判官が実はあなたの中にいるんです。だから一番最初に傷つけたのは、劣等感を与えたのは親かもしれないんです。でもその劣等感を何度も何度も繰り返して嫌な気分にさせてるのは自分の中にいる悪徳裁判官なんです。で、この悪徳裁判官は自分にもやります。でも人にも人のことを判断していちいち序列をつけたり、それからひどい裁判官になると、あそこんちのお兄さんは人殺しなのよ、本当は同じ境遇で育ったのに、兄が人殺しをするような家庭でも、その、例えば妹とか弟は真面目に生きてるんだとしたら、称賛されるべきなんだよね。あの環境でも悪いことしないで育ったんだ。立派な子だねって言ってやるのに、あげるのが本当の正しい裁判官だよね。それを間違って、ね、その子は何もしてないのに、あの家の親戚に悪いのがいる。親戚がどうだとか、兄弟がどうだとか、その子の罪じゃないことにまで罪を着せたりする裁判官がいるんだよねって。その裁判官があなたを苦しめてるんだ。ね。で、もう一つ言うよ。あなたは小さい時に家が貧しかった。それから、あなたは小さい時に親に虐待された。親ががっかりした顔した。はぁ、下がっちゃったね。これで傷ついたとするよね。だけど、家が貧しいのはあんたの罪ですか？それから成績が落ちちゃうことだってあるよね。それなのに、あからさまにがっかりしたり、ね。親がそれは未熟なんであって、本当は子供の罪じゃないよね。ってことは、一番最初のあなたが傷ついたその劣等感って無実の罪なんだよ。一番最初の無実の罪なのに、そのことを思い出してまたがっかりする。ね。だから人間っていろんなことをするけれど、劣等感を持つより、あ、これじゃダメだったから次こうしよう。次こうしようっていう。ただ、そのことで経験を積むだけだよね。あ、いい経験した。こうやってやっちゃダメなんだ。だから自分はこうやろうって、いい経験をしただけなのに、劣等感を与えられると、だん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 萎縮する。だって世の中って最初からうまくいくことなんてないんだよね。それが2、3回やったらもうダメになっちゃう。それって小さい時に1回何かをやったら失敗したら、なんだお前とかって先生に怒られたとか、
ね、親に怒られた。一回目から怒られる。だから失敗すれば怒られるんだって頭になっちゃったんだよね。でも最初からうまくいかないでしょって。だんだんうまくなるんでしょって。それをちょっと失敗するたびに怒った親が未熟なんで、あなたに罪はないんだよって。だからあなたが劣等感を最初に持ってしまった一つ目は、あなたは無実の罪なんだ。で、その無実の罪を与えた親もいけないけど、それを思い出すたびに私ってこういう人間なの、私ってダメなのって何度も何度も同じ罪を与える悪徳裁判官からお別れしてください。自分の心の中からそういう悪徳裁判官が出てきたら、断固として私の罪は償ったし、もっと言わせてもらうと、一番最初の罪は私の罪じゃございません。やめてください。もうあなたとは縁を切ります。縁を切ってください。それで、いいですか？その後人ってどうしたらいいんでしょうって質問なんです。劣等感からもお別れしました。悪徳、ね、あの裁判官ともお別れしました。そうしたら、実は心の中にその分がぽっかり穴が開くんです。で、開けたままにしとくと、また昔と同じように悪徳裁判官がそこに住み着いちゃうんです。そこで、一番ね、肝心なことなんです。その時に自分の心を埋める方法は一つしかないです。いろんな方法を試す人がいるけど、これ一つしかないです。簡単ですからね。天国言葉、言霊の力を利用してください。それで、その言霊を、私今から言いますからね。ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これを呪文のように何回も唱えてください。それで、誰かに、ありがとうとか感謝してますとか、ついてるねとかって、人に言うっていうことは後にしてください。それより、心の中で空いてるものですから、一日何回も何回も言ってて、心をいっぱいにしてください。で、心がいっぱいになれば人に言えるようになります。溢れるほどいっぱいになったら溢れ出るんです。それを溢れ出る前に、さあ言いましょうとか言っても人ってなかなかできないです。いいですか？ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ。ありがとう、許します。で、この言葉を何回も何回も呪文のように唱えてください。この言霊の力で見事に治ります。それで幸せになります。二度と、悪徳裁判官が住み着くこともないです。それからあなたに劣等感を与えることもないです。このことだけをやり続けてください。以上で終わります。本当にこのテープできたら、100回聞くつもりでやってください。よろしくお願いします。はい。劣等感の話もいよいよ後半に入ってきました。劣等感の話を聞いて、その後、悪徳裁判官の話聞いてくれたと思います。これで終わりじゃないんです、この話は。実はですね、悪徳裁判官の話は分からなかったら何回も何回も聞いてください。そうすると必ず1回ずつ理解度が深まってくると思います。本当にあなたのためになる話だと思います。ただですね、中に劣等感の話も聞きました。悪徳裁判官の話も聞きました。天国言葉も言ってます。でも私は幸せになれないんです。何か心がこう満たされないんです。そういう方が出てきます。で、そういう人が出てきたらどうしたらいいのかっていうことなんだけど、普通の人はあんたちゃんと言ってるとか、何回も言ってるかいとか、そういうこと聞いちゃうんですけど、これを聞いても、幸せになれない人は、99% はたった一つの理由しかないです。それは、あなたに劣等感を今でも与え続けてる人、例えば親とか上司とか、そういう環境があります。
で、そういうあなたに劣等感を与え続けてる人と実は一緒に生活している人、例えばその人に依存をしてる人、旦那さんであなたに劣等感を与えるようなこと、本当にお前みたいバカ嫁いないとかっていう人もいれば、こうネチ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 こう自分が劣等、旦那さんが劣等感を持ってて、ネチ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 橋の上げ下ろしまで言うような旦那さんと別れられない人、生活で依存しちゃってる人がいるんです。そういう人は何を聞いても幸せになれないんです。だから本当に天国言葉言ってるとかっていうより、あなた誰と一緒に生活してるとか、会社にいる人どんな人だいって聞いた方がいいです。人間として一番辛いことって何ですかって言ったら、あなたに劣等感を与え続けてる人と離れられないということなんです。で、なぜそれは離れられないんですかっていうと、そういう人は精神的にあなたを虐待してます。ところが本当の悪者は実はあなたなんです。なぜかっていうと、あなたは自分のことをもっと低い人間だと思ってるんです。いいですか？あなたはもう自分はだらしがない人間で、なんて言われようとね、こっから出てったら食っていけないんだとか、自分というものをすごく虐待してるんです。で、あなたがあなたを100虐待してるとします。そうすると普通の人が90虐待してもあなたはそれに耐えられるんです。本当にあなたを虐待しているのはあなたなんです。ね、あなたは自分を低く低く置いてます。だってあなた以上にあなたを虐待したらそこには絶対入れませんよ。耐えられないんです、人間っていうのは。でもあなたはもっと自分を虐待してるんです。だから他人の虐待に耐えられたり、あなたに劣等感を与える人から耐えることができるんです。だからそういう人って原因をちゃんと突き詰めればいいんです。それからもう一つ言うと、人を怒鳴ること、ね、ネチネチ言うことをやめられない人っているんです。それはいつもいつもイライラしてると、覚醒剤現象って言うんだけど、覚醒剤を打つと、一瞬だけわーって気持ちよくなるけど、またしばらくすると覚醒剤打つ。そのうちだんだん体が蝕まれていくのと同じように、イラ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 していると部下を怒鳴って弱い者をいじめる、ね、家に帰ってきて奥さんにネチネチ言う、子供になぜ肘をつくんだ、なぜお箸をあれすんだ、優しく教えればいいことを怒鳴ったりネチ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 言ったりすることで鬱憤を晴らしてるの。それって覚醒剤を打って一時期気持ちが良くなるだけだよねって。そんな覚醒剤打ち続けたら体が悪くなるよ。それと同じようにそんなことをし続けたら、あなたのお子さんだったり家庭だったり、あなたの部下だったり、あなたの環境を破壊してるのと同じだよって。ね。いつもイラ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 してます。いつもイライラしてる人っていうのは、イライラを、俺は悪い人間だ、ね、イライラしてたとは絶対思いたくない。イライラしてる上に自分は立派な人間だと思われたいから、いろんなところ出かけてって、従業員がちょっと落ち度があると、ね、君はこうじゃなきゃダメじゃないか、どうのこうのって正義感を振りかざす、中にはうちの子供は正義感が強くてね、学校の先生とこういうふうに揉めて、ああいうふうに揉めてって言うけど、そんなに正義感が強い子はあっちでもこっちでも揉め事を起こすわけないでしょ。イライラしてるんだよ。そのイライラをあっちにぶつけ、こっちにぶつけているんだよねって。ね、劣等感の強い人間が、ね、宗教をはじめ私が神だとかって言い出すと、悪徳裁判官と一緒にいるからとんでもない犯罪を犯したり、とんでもない虐殺を始める。そういう人間が、ひとたびね、独裁者になっちゃうと、ヒトラーみたく、ね、あの民族を皆殺しにするんだとか、とんでもないことを言い始める。
なぜ地球から戦争がなくならないんですか、ね、なんでこんな素敵な星の中でこんなに争い事が起きるんですか。あなたを不幸にするもの、国を不幸にするもの、最大の難点は、最大の敵、最大の悪魔は劣等感なの。で、劣等感と共に手をつないでタッグマッチを組んでる悪徳裁判官なの。ね、もしあなたが今すごく苦しんでる、ね、このテープを聞いても、私はこういう逆今日から抜け出せないと言うんだったら、何回も聞いてください。何回も何回も聞いて、この劣等感と悪徳裁判官の組み合わせをじっと見つめてください。そしたら、いろんな人のことを見抜けるようになります。見抜けるようになった人間は顔が違います。出てくる波動が違います。その人とはもう別の人です。人生も別の人生を歩めます。よく勉強してください。自分のことを見抜いてください。自分で自分を虐待してないですか？そうだ、私は自分のことを取るに足りない人間だと思ってた。怒られながらもじっとしてなきゃいけない人間だと思ってた。その人間を、この人間は怒り続けて、さもお前のためだと言いながら、劣等感を晴らそうとする人間なんだ。一つ一つ見抜いてください。すべてを見抜いたとき、今あなたに起きている現象が変わります。あなたから出る波動が変われば、すべてが変わります。もう知り抜いた人間と知らないで怯えてた人間は違います。このテープ分かりづらいかも分かんないけど、何回も聞いてください。必ずあなたを助けます。そしてあなたの周りの人をみんな幸せにします。長いテープになっちゃったんですけど、精一杯入れましたから、本当に100回聞くつもりで聞いてください。どの部分取り出して聞いてもいいです。わからないとこだけ何回も集中して聞いてもいいです。何回も聞いてください。よろしくお願いします。はい、次から次と質問が来るんで、答えます。質問が来るたんびに、劣等感というものの正体がどん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 現れてきて、この質問で最後になるというぐらい確信をついてきてます。聞いてくれてる人がだん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 深い方へ深い方へ持ってってんだと思います。大体だんだん正体を表してきたと思いますから、これで最後になると思います。二通りあるんです。分かりやすいんで怒鳴る方っていうことがよく出ちゃってるんだけど、本当は、憐れみ型、犠牲者タイプっていうのが多いんです。怒鳴る人っていうのは独裁者タイプなんです。独裁者で、会社でもこう、弱ってる人っていうのは、下に対して独裁者なんで、お前のためを思ってるから言ってんだとかって言ってるけど、上の人間に一言も言えないの。下に強いのが独裁者のタイプだからね。で、もう一つ、のタイプっていうのは、被害者タイプなの。ともかく私は親にこうやってやられてきたんです。で、その人が親から抜けて職場行くじゃない。ね。職場で私はこういういじめにあってます。ね。で、今就職辞めてて、今度、ボランティア活動でもするんです。ボランティア行くと、ボランティアの団長さんがこういう人でって、必ず始める。もう常に自分は被害者なんです。で、その被害者になることによって、相手から同情というエネルギーを取ってるんです。で、片っぽは怒鳴ることによって人からエネルギーを取ってる。もう片っぽの方はねちっと始まって、被害者を装いながら相手の同情という形でエネルギーをずる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 引っ張り出すっていうか、自分がいただいちゃうタイプといるんです。ね。だからこれ、いろんな人がいるからね。だからそういう人が商売始めると、最近同業者が出てきてどうなのよとかって言うけど、同業者のいない商売なんかないんだよ。ね、だから常にそうなの。ずっと聞いてて、この人被害者タイプだ。で、私からエネルギー取ろうとしてるんだ。ね。で、また、そういうのに引っかからないようにね、2パターンしかないんだから。ね。で、ところで、この人はなんで独裁者タイプになって怒鳴ってんのか。片っぽは、なんで被害者タイプでこんなことしてるのか。劣等感の正体って何ですかって言ったとき、その正体とは恐れなんです。人間の心っていうのは、人間は神が作りたものだときは、愛と光でできてるんです、神の。
ところが、我というあなたを劣等感に貶め入れているものは恐れなんです。それで、恐れなきゃいけないいけないって育てられてるんです。いいですか？あのね、はじめに言葉ありき、ついてる嬉しい楽しい感謝してます、幸せありがとう許します。こういう言葉を言ってるときは愛なんです。ところが、ついてない不平不満、愚痴、泣き言、文句、心配事、許せないと、全部恐れから出てる言葉なんです。それで、この世の中で不幸な人と幸せな人って、知らない人、お金のない人、お金がある人は幸せなんですけど、お金があってもノイローゼになっちゃってる人とか、病気になっちゃってる人とか、いっぱいいるの。ね、いい大学入れば幸せなんだって言うけど、いい大学入って頭おかしくなっちゃってる人とかいっぱいいるの。ね、お医者さんになれば幸せだって言うけど、ある人が病院に働いてたんだけど、お医者さんってものすごくエバるんだ。全員じゃないよ。だけど、エバる人って何ですかって言うと、劣等感の塊なの。ちっちゃい時から、お前、医者になれなかったら大変だよとか、ね、あの子と比べて見てごらんなさい、成績がいいんだから。あのね、成績のいい子って必ずもっといい子と比べられてんだよ。だから劣等感みんな持っちゃってんの。でもそれって何ですかって言ったら、恐れを植え付けられてるってことなの。ね。で、この恐れが多いと、この地球ってこんな素晴らしい星なのに、地獄で生きてる人と天国で生きてる人がいる。で、それは恐れの持つ時間が多いか少ないかな。テレビ見ても恐れを植え付けるようなこといっぱい言うの。このままじゃ国が破綻しちゃう、保険はもらえなくなって、あんたどうすんのって、ただでさえお金ないのに、怪我したら大変だから保険に入りましょう、何しましょう。すごく恐れを植え付けるようなことばっかし言うの。だから、怯えてる人間がさらに怯えるの。ね。で、そんな怯えたことを考えてるんだったら、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してますって言ってる方がいいの。ね、この恐れがあなたをおかしくしちゃうの。そしたら、恐れと恐れて、もう恐れで押し潰されそうになると、そのぐーっと押し潰すとどっかに出るよね。例えば、まんじゅうでもぎゅーっと押し潰したら横からあんこが出てくるじゃない。それと同じように、怒鳴る方に出る人と、ね、哀れみ型でねっちり出る人、ね、で、自分はもうどうしようもないんだ。ね。押されて押されてどうしようもないんだ。この劣等感から逃れる方法はないかっていうと、むちゃくちゃ頑張って学力の方に行くとか、それともなかったら、お金がないのにブランド物買っちゃって、ブランド物を持ってると人が注目してくれるんだ。自分一人じゃ劣等感は抜けないけど、ブランド物を持てば人が注目してくれるんだ。それもそのうちだん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 、最新型じゃないと人が注目してくんないんだって。だ借金しても最新型買っちゃう人いるんだけど、それは、あなたが持ってる恐れだけなの。ね。それで、この恐れから抜け出した人は天国に行けるの。で、神様がこの地球で学びなさいと言ってることはたった一個なの。いいですか？むちゃくちゃ最後の確信は簡単だからね。あなたは自分を尊重してください。自分を愛して自分を尊重すればいいんです。で、尊重できない理由はたった一個なんです。あなたが完璧主義者だからなんです。人間は完璧じゃないんです。完璧じゃないからあなたは、私はこれもできない、こんなだらしない、あれができない、これができない。親からもこう言われて、ああ言われて。親も完璧じゃないんです。あなたも完璧じゃないんです。ね。で、完璧じゃないあなたが完璧になる努力をしちゃダメなんです。ね、自分って能力やなくも大してないのによくこんだけ頑張ってるよなとか、偉いよなって。で、人を見ても、あなた偉いよねって。いちいち人のこと心配するのやめてください。いちいち腹立てないでください。あの人ああだとかこうだとか、よく頑張ってるよなって。ね、官僚が悪い、政治が悪いじゃなくて、政治家もよく頑張ってるよな。別に俺がやったからってそんなに、あの人たちより立派にできるわけでもないの。みんながみんなのことを尊重したとき、たちまち天国になる。だって、心配とは
恐れから出る言葉なの。尊敬とか、ね、尊重というのは愛からしか出ないの。恐れを生み出すものを、恐れが出てきたとき、全部それを潰しちゃえばいいの。その癖をつければいいの。恐れって勝手に出てくるの。で、恐れが出てきたらついてるついてるって言っちゃうとか、ね、自分が出てき、自分のことを、劣等感が出てきそうになったら、しかし自分はよく頑張ってるよなとか、いや、俺は自分のこと尊重して尊敬してんだよ。だから、自分より上の人間見たら、ますます尊重するし、今頑張ってる未熟な人間見ると、あの魂やなんかもあと5代とか10代したら、素晴らしいのになるんだろうな、素晴らしい魂になるんだろうな、尊重なの。で、子供のことも、お前のことが心配でさ、っていうの恐れなの。なんかしでかすんじゃないか、食っていけなくなるんじゃないか、心配なんだよ。そうじゃないの。お母さん、あんたのこと信じてるからね。ね。あんたなら大丈夫だよ。だってお母さんなんかこんな未熟だって、ね。こんだけやれたんだもん。私、お母さん、自分のこと大好きだよって。ね。大好きなお母さんが産んだ子なんだから、私は、あんたのこと大好きだよって。その言葉には恐れがないの。ね。劣等感とは恐れの連鎖なの。ね。恐れが、劣等感が戦争を起こすっていうのは、必ず戦争の時、日本も、こういうとおかしいけど、満鉄を失ったら、日本は終わりなんだって洗脳したんだよね。だって今満鉄ないよね。満州もないし、日本って植民地も何にもないよね。でも日本って世界で一番ぐらい発展してるよね。ってことは、恐れとは嘘なんだよ。妄想なの。この妄想に騙されちゃダメだよ。ね。それで、恐れより愛の方が多い時間を作ればいいの。愛なんか出す必要ないの。もともと愛の塊なの、人は。愛をなくしてるのは恐れなの。ね。で、恐れから出る言葉が地獄言葉なの。うちが地獄言葉、天国言葉って一生懸命やってるのは、地獄言葉が言いそうになった時、天国言葉を言っちゃうと、恐れは消えちゃうの。恐れとは闇と同じなの。電気つけたら消えちゃうの。ね。で、闇にしておくと恐怖がまた湧いてくるの。夜になる闇が来るのと同じように、あなたの心にも闇が出てくるの。出てきたらすぐ明かりつけるの。ね。天国言葉を言えばいいの。自分に対して自分を尊重して尊敬してるよって言えばいいの。で、たったこのことで全部変わっちゃうの。だって、怒鳴ってる人見て、この人怒ってんだじゃなくて恐れてんだって目で見たら見方が変わっちゃうの。ね。いつも泣き言言ってる人、あんた何恐れてんの？悲しいんじゃないの。恐れてるの。で、見抜かれたらもう、明かり照らされたらその人いられないの。消えてくの。で、治っちゃうしかないの。ね。自分のことをそのままで尊重しな。そしたらどんどん変わっていくの。変わってから自分を愛するんじゃないんだよ。愛せれば変わるの。で、尊重するってどうするんですか？四六時中言うの。キリストが言ってる。初めに言葉ありきなの。私自分のこと尊重してるし尊敬してるんだ。みんなのこともすごい尊重してるし尊敬してるんだよって。ね。で、尊重し尊敬したら、いろんな行いが変わってくる。はじめに言葉なんだよって。だからたった一つ、自分は自分のことを尊重してるし尊敬してるんだ。ね。で、もう、やめな。人を怒鳴って人からエネルギー取ること。ね。人に哀れみを買って人のことからエネルギー取ること。これをやめな。もうそんな必要ないの。それ自体が地獄なんだよ。ないものを奪い合ってるって地獄だよ。ね、そんな地獄なような生活しちゃいけない。ここは、神が、天国として作った最高に綺麗な星なの。歌があり、水があり、ね。それから緑があって花があるの。こんなすごいところで、素晴らしいところに生まれて、なぜ地獄のように生きるんですか？誰があなたに最初に恐れを植え付けたんですか？ね。恐竜が出るわけじゃない、街にライオンが出るわけじゃない、そんな、こんな素晴らしい星にしたのに、なぜずっと、代々代々、
あなたの家はあなたに恐怖を植え続けるんですか、と。ね。なぜテレビでも何でも恐怖ばっかし植え付けるんですかって。日本って世界で一番豊かな国なんだよ。それなのになぜこんなに苦しいんですか、なぜですかって。ね。寄れば触ればみんなで恐怖体験を話し合ってんでしょって、ね。恐怖なんてのはオカルトのお化けの話でもしてればたまに楽しくていいの。それよりね、なぜ自分をそんなにいじめるんですか、あなたは自分をいじめてるんだよって。えばってる人も、あなたは本当は自分をいじめてるんだよって。何を恐れてるんですかって。ね。恐れより愛を出してください。で、愛を出すのには、天国言葉を言えばいいです。で、たった一つ、大元の自分を私は尊重してるし、尊敬してるんだって。能力が、もし能力がなかったら、私試験やなんかやって本当にできなかったのに、社会出たらなんとか生きてんだよねって。すごいよねって。ね。褒める気になればいくらでも褒めれるの。けなす気になればいくらでもけなせるの。自分をけなして生きたら地獄だよ。ね。自分の荒探す人は必ず人の荒探すよ。まず自分だよ。まず自分が、私は私を尊敬してます。尊重してます。ね。世間は反対のこと言ってんの。自分を落として人を立ててる人間を立派だとかっていうの。ね。それから自分をちょっとね、尊重して尊敬してるとかって、あんたナルシストとかって、くだらないことばっかし言うの。人が幸せになる邪魔するんだよって。代々代々ずーっと続けんですかって、これを。幸せになってください。私は、このテープを一生懸命聞いてくれた、1時間も2時間も聞いてくれたあなたをずっと尊重し尊敬してます。ね。私も未熟だけど、私は私で一生懸命尊重し尊敬してます。そしたら、やれることも出てきました、こうやって。ね。みんなも、エネルギーを恐れに使わないでください。ね。たった一回の人生を、地獄としてここを生きないでください。ね。誰が何と言っても、ひとりさんは、あなたを認めてるし、神様もあなたをずっと認めてます。ね。そのことだけ忘れないでください。長い話です。終わりました。ありがとうございます。はい、長い長いテープになってしまいました。地球が天国になる話、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。ささやかなお礼として最後の神様というテープを入れました。皆さん聞いてください。はい、今から絶対に信じられないような不思議な話をします。非常に信じられない話ですけど聞いてください。死神というのがいます。それでこの死神というのはなぜ神という字がついているのだろうっていう話なんですけれど、皆さんが思ってるようなこう薄汚れた着物を着たり手に鎌を持っていたり、あれは本当の死神ではありません。あれは妖怪とか、もののけとか悪魔とかそういうのと一緒にしてます。本当の死神というのは、神様なんです。だから一つの天使と言ってもいいです。なぜかっていうと、人間は過去を引きずって生きてます。小さい時失敗した、親に怒られた、いろんなことを引きずって生きてます。その引きずってる過去から切り離してくれるのは実は死という神様なんです。で、これはどういうことですかっていうと、例えばあなたが1ヶ月の命だ。今日一日の命出すよって言われとします。そうすると、もし今日一日の命だとしたら、
行きたいとこ行こう、それから愛する人にお世話になりましたって言おうとか、そういうことになります。死ということを考えます。親もずっと生きてると思うんじゃなくて、いつ死んじゃうか分かんないっていうと、あ、ご飯の一つも食べさせたいな、お寿司でも食べさせたいな、あんな貧しい中から自分のことをよく育ててくれたなとか、いろんなことが思います。それと私も仕事をしてて、いつも死というものを考えます。そうすると、ひとたび死に襲われると、襲われるって言い方、死というものに会うと、どんな会社を作り、どんな財産を作り、どんなに土地を持っても一瞬にしてなくなります。そうすると人間って何をするべきなんだろう。ただただ死を恐れるんじゃなくて、死というものがあるんだって考えただけで、そんなにごつくばりみたいなことしなくったっていいんだ、今幸せじゃないかと、本当にこういうテープでも入れた方がいいんじゃないか、それから人が喜ぶ講演会でもした方がいいんじゃないかって思います。人は死というものを恐れて毛嫌いして生きてたけど、それは悪魔がそうさせるんです。死神が取り付いて自殺しちゃったとかっていうのがあるけど、それは寿命が来る前に勝手に死んだ人に取り付くもののけか悪魔です。昔こういう外国の映画だったんで、私もよく小さい時で覚えてないんだけど、ああこの人分かってるなって思ったことがあります。それはあるおばあさんがもう年老いちゃったんだけど、死神が来るのを恐れて、入り口という入り口に死神が入れないような、そういうようなおまじないをして、ただただ年取って顔が恐怖に震えてた時、あの一人の旅の青年が来てコンコンってやって、その青年がものすごく優しくて、一晩だけ泊めてくださいって言って、その人を見て安心して中に入れたら、おばあさんもう頑張らなくていいんですよ、大変だったですね、私と一緒に行きましょうって言って、優しくその神様に抱かれるようにして死んでったの。それで人は死んでまた生まれ変わり、何度も生まれ変わりするものだから、その迎えに来てくれる死っていうのを怖いものだ怖いものだって思わせようとするのは悪魔の仕業なの。それよりもしかしたら自分もいつ死ぬかわからないんだ、そして相手の目の前にいる人もいつ死ぬかわからないんだ、そう思ったらイライラしてガガガガってね、お前なんか大嫌いだって本当は愛してる人に言っちゃうこともあるの。でもそのまま相手が死んじゃったら、あいつに俺なんていうこと言ったんだろう、逆に言うと自分が死んじゃったら、自分はすごくね子供やなんか愛してたのに、お前なんか本当はねあの大嫌いだって言っちゃった、その死に死んじゃったら自分はなんて思うだろう、そういうことを考えただけで人はまともに愛の道に戻れるの。だから死というものに神という字がついてるっていうのはちゃんとした神なんであって、あなたたちが思ってる死神はもののけだよ、本当はそういうものじゃないの、もっと優しくて迎えに来てくれて、その人間がね、さまよわないように迎えに来てくれるもっと優しいものなの。で、その死というふるさとへ連れてってくれるための道先案内に、そのことを思っただけで人は過去の嫌なことなんかを考えてる必要もないし、考えられないの。もうやることがちゃんと見えてくるの。それを死というのを怖がらせ、思い出させないようにしてね、そうやって生きてるのが悪魔の使いで、あなたたちは悪魔を神だと思い、神を
悪魔のように思ってるの。だから不幸が続くんだよ。分かりづらいです。あの1000人に1人、1万人に1人、それすら分からないか分かんないの。でも本当に逆さにものを考えてる。あの人は何度も何度も生まれ変わります。だから死なんか恐れることないし、死が恐れることがないんだとしたら、死ぬ時に迎えてに来てくれるその人も恐れることがないんです。死を恐れないっていうのはむちゃくちゃに暴走族なれとか戦争しろとかって言ってんじゃないんだよ。ちゃんと生きてちゃんと迎えに来てくれる、まともな話をしてるの。今言った話が、万人に一人でも分かってくれると嬉しいです。以上です。はい、今のテープでちょっと分かりづらいんですけどって質問があったんでそれに答えます。悪魔を神だと思い、神を悪魔だと思ってるっていう言葉があるんですけど、それが分かりづらいって言うんでちょっとそのことを説明します。みんなが思ってる死神っていうのは浮遊霊とか悪魔とか妖怪とかそういうのをみんなが死神だと思ってるんだよね。だけど最後にあなたを死の世界へ連れてってくれる人っていうのはあんな恐ろしいんじゃなくて、もっと美しくて本当に綺麗な輝きがあって、そういう人が出てきて一緒に行こうねって連れてってくれるんですよね。で最高の、最後に出てくる最高の神である、最高の天使なんです。だからそれは違うよっていうことです。それとその最後に出てくる天使っていうことを思い出すと、例え話なんですけど、この前こういう人がいたんです。私親に対してついついこういうこと言っちゃうんだとか、言った後からこうだよって、なんであんなこと言っちゃったのかなって反省するんだけど、ついつい言っちゃうんだよねっていう人がいたんですけど、それは死というものを完全に受け入れてないからなんだよ。だってあなたは親なんかなかなか死なないと思ってるし、自分も死なないと思ってるからそういうことが言えるけど、本当にお母さんってもう年だから明日死んじゃうかもわかんないし、あと1週間の命かもわからないの。そしたらそんなことがパッと言えるわけがないんだよね。だって本当は愛してるんだよね。だから自分も明日死んじゃうかもわかんないんだ、このお母さんも明日死んじゃうかわかんないんだって言ったら、やっぱし本当に心の中から愛のある言葉がスッと出るよね。だからこの死の天使というのは、そうやってふっと死の天使を思い出しただけでも心から正しい愛情が出てくるよねっていうことを言ってるんです。それと例えば死ぬまで親が許せない、父親が許せなかったっていう人もいるんです。だけど本当にその父親が死んで亡くなって何年も何年もしてくると、だん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 許せるようになったり、ああいういいとこもあったよなって、一つもいいとこがないと思ってた父親のいいとこがポツンと思い出したり、これも死という天使があなたの心の中に変化を起こさせてくれるんです。それからこういう話の中に急に暴走族の話なんか出てきて、あれって何ですかっていうのは、暴走族って暴走行為するとちょっとしっくり返っただけで死んじゃったりする人がいっぱいいるんです。死を恐れないっていうのと命を無駄にするっていうのは全然違う意味なんだよって。大切な大切な命なんだから、この大切な命をちゃんと全うしなくちゃいけないよって。それで全うした時に最後に出てきてね、迷わないようにちゃんと連れてってくれる最高に美しい神様のことを、ああいうなんか鎌持ったような悪魔のような形で証言したり表したりするのはいけないよねって、それは違うと思うよっていうことを、話してます。自分なりに精一杯
このテープ入れて、私が今教えられることは、この程度のことです。どうもありがとうございます。すいません、もう一個だけ追伸があるんで、ちょっと入れさせてください。人って等しくみなしにます。誰でもです。逃れることが絶対できません。そうすると、死というものは神が与えたものだから、誰も逃れることができないんです。そうすると、神様ってそんなに嫌なこと、そんなに大変なことを全員に与えるんだろうか。そしたら、そんなことは絶対ないんです。人間って何回も何回も生まれ変わり成長してきます。魂の成長が止まることもあります。新しく、なんていうのかな、こう体がボロボロになってしまうこともあります。古くなってしまうこともあります。今世で学びを得ることもあります。いろんな事情があって人は死んでいきます。その死というものというものを、そんなに嫌なものと捉える必要はないんです。そして、必ず死ぬ時は死ぬ時で、ちゃんと美しい人が迎えに来てくれるから、そんなに嫌なことじゃないんだよ。それから、神様は全員が嫌がり、全員が困るようなことをしないんだよ。そのことが分かれば、この話を通して聞いてもらうと、ああそうなんだよねっていうことが分かりやすくなると思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今全国でこの瞬間にも悩み、苦しみ、この天国のような地球で地獄のような苦しみをしている人がたくさんいます。そういう人のために愛の宣言運動というのを行っています。この運動は、今聞いた地球が天国になる話の CD を10セットで1000円というボランティア価格で買っていただき、あなたの周りの人にこの CD を一人でも多く聞いてもらうという運動です。ぜひご協力ください。すでにこの運動を始めた人からは、すごく感謝された、人助けになった、毎日が感動の連続ですというお便りが寄せられています。あなたの善意を待っている人がたくさんいます。ぜひご参加ください。また、自分はそんなに悩みを抱えているわけではないけれど、このテープを聞いてぜひ自分も人助けしたいという方もたくさん協力していただいています。ぜひこの地球が天国になるために、あなたの力をお貸しください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-497285です。お気軽にお電話ください。ありがとうございました。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。